こんにちは。水彩画家おさむの思い出話の時間です。ご覧の写真は2013年に撮られたものです。水彩画家から僧侶に転職したわけではありません。あるコマーシャルに出演した時の衣装合わせで撮った写真なんですね。普通の生活でこのような衣装を着ることはありませんから、面白い経験でした。で、向かって右側が私で、左側は私の相手役の若者です。この頃は本職の水彩画を描きながら、ハリウッドでパートタイムのタレントもやっていました。衣装合わせの1週間後、スタジオで撮影が行われたんですね。ところがその日、ちょっとした問題が出てきました。それは私たちの衣装が派手すぎると監督からクレームが出たのです。急遽スタッフが用意したのは、えんじ色の大きな布地でした。それを体に巻きつけ、僧侶の衣装にしたのです。でもその布巻き衣装がいい効果を出しました。後に放映されたコマーシャルを見たら、最初の派手派手衣装より厳粛な雰囲気が出ていて、自分の姿が本物の僧侶のように見えました。さすが監督、それに気がついていたのですね。今回の思い出話はこれで終わりです。ビデオ最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしく。それでは次のビデオで会いましょう。さようなら。